面白いもんですよ。根っこ。根っこ。切りかぶったの。おるやんけ、あっちより。おい、行くよな、バカ。目の前、大将発見。大将が前線でしたらやばい。あ、お前、結構、後ろの方にあるじゃん。怖いな、あれ。これやったら飛距離は足りんだろ。意外とね、飛んでくんのよ、でも。怖いな、これ。要するに、守れと。ということで、敵の大将を取りに行くか。ごめんなさい。私守るよ。ほら、いるやん。頭が、ね。大将に殺敵されとるで。ふっ。守れ。絶対さ、あいつらさ、氷でくるよ、うん。どうするん？弾道が見えない。ね、降りてきた場合どうする？ドリマ撃つしかないんだって。そう。敵を殺せばいい。とりあえず大将さえ死ななければ。よし。ルールはない。こっちこの。お前ら復活するんか。そう。だから大将以外は死なければ。あいつら今ってるな。いや俺今日死んでるから。え、食らった？いや。煽りただの。たわんたわん。まだたわんな。で左側から。大将が前進してる。これ。あ、大将か？え、そうだったん？え、違うっけ？え？おらんよね。そこ、取れたよ。その一個左に。おるかね。ほら、顔が見えてるで、顔が。あー、ここは、そういう人いないな。ここ、え、このヤコキやったら多分取るかもしれん。あそこまで。このホップアップ力で。ちょっとやってみっか。こっちで届くかな。見とくよ。じゃあ、あの上がりすぎ。この M4 ここまで食べて。あおるな。さっき立ったけんな。でも今もっと奥の方を打ち、さっきよりも。そう。ちょっと待ってか。発見、あそこ、あっちの方向。作戦結果、左に大将発見。左、あれか。あれやな。おっと、あれ違う。これ遠距離用や、このハンドガン。マジか。こっちが近距離用。スコープねえから、スコープ。あ、引いてなかった。リボルねえな。白リボルも探して。危ねえ。正面ここ行ってもいいけど上から撃たれるよ。どうしよう。私これ威嚇いけるんじゃない？いける。大将は行かん方がいいと思うけど。大将間違えろよ。要はさ、突っ込んでもさ、あれよ、回避すればさ、30秒でさ、まだ復活するけん、うん、大将は多分うん、気をつけて。大将大将は後方に下がっとった方が良くない？そう、護衛がいるかな。大将は後方に下がっとった方がいいんじゃない？これ待っとくわ。私銀のところ。宮崎銀まで行っていいで。特別ルールでこのゲーム復活だから他は。スナイパーなのに突撃。
コープ持ってないからちょうどいいかな。左から来るかもしれない。でこっち敵一人だよね。もう一人は？ミモリ。敵右。大将右左に。早すぎなんだって。左二人。あれか。意外と打ってくる。どう回ろうか。十八金じゃねえんだよ僕。どうやって回ろう。狙っていいよね。何事？あ、待て。電池なくなったみたい。マジ？電池なくなってるわ。銀まで行けるって言ったらさ、結構強いんだけど。うん。どうですか？どうしよう、突っ込もっか。ヨシがどうにか食い切ってくれればいいんだけどさ。どうしよう、突っ込もっかな。いや、玉切りか。いけ、グロック。なんか俺で。飛ぶこれ。あ、よかった。私もこれ最後やったかも。さあ前線行くか。電池なくなった。はっ。やこき頑張れ。というかもう一人、もう一人よ。俺がそこにいるだけで威嚇。
もう一人は左下で持ってた気がするけど。左下、左注意。何？左注意。こっちから登ってくるかも。了解。誰だこんなコッキング。どこ行ったん？左下で持ってね。入った。これ大将来てる、大将来てる。うわ、すげえ。ナイス。危ねえ。食らった。猫食らった。どんまい？